はいどうも皆さんこんばんはモッティです。ということで今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイ、今日はシャープマーカーを使ってガチホコバトル頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ、ギアはちょっとガチホコ仕様っぽくしてみました。若干こうゾンビが必要そうだったんでこんな感じかなっていうところですね。うん、縄張りバトルとかエリアとかはなんとなく立ち回り分かってきたんですけど、他2つがまだちょっとシャープマー分からないんで、そういった意味でちょっと勉強会って感じですね。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。ガチホコバトル、ひらめが丘団地金目鯛美術館です。塗ればいいっていう問題じゃないじゃない、やっぱりちょっとやっぱ頭使ってこうしっかり勝ちに行くみたいな、そういう立ち回りは常に考えておかなきゃいけないからこそ、ちょっとどう塗ってこうかな、どう立ち回っていこうかなっていうのをちょっと若干悩みがちっていうところですかね。はい、ひらめが丘団地がちょこ、まあ、ヒラメはそれなりにいけそうなんだよな、多分。そこまで長射程強くないんで。うわぁ、シャプマ2だってよ。塗りはいけるかな？ただ、ホコ割りはちょっと弱いかも。あ、射程が届かない、今、完全に。あー、間に合わなそう。あ、間に合わなそう、これ。いや、後ろ来てるんだよなナイス。おっと刺さっていく、塗ってくれ、前出してくれ、すぐパッと行ってくれ、もうノバ、違う、そこじゃない、自力、これがな、これがノラだよな、マジでこれがノラなんだよな、マジで。あれね、ガチホコちょっと言わせてもらっていいですか。あれあれね、ナイス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 、次ナイス。あれね、ノバブラスター目線で見てもあそこ壁塗るの正解だから。死ぬ、うわ、うち。ノバ目線で見てもあれ壁塗るの正解だし、ここいなくても。そっちの方が追撃しやすいんで、まあぜひともノバネオ使いの皆さんはやってみてください。はい。ノバネオに関しては言わせてもらうよ。さすがに。そんな気がした。それは、大悟か。大悟じゃない。大悟じゃない。下にあって、この辺。どこだ？向こう行って。ちょ、壁ちょっと塗っとこうかな。これ多分味方が、うーっす。一緒や。そんなのありかい。多分味方が多少動き、守備しやすくしてあげる動きとかも、ちゃんとやっていかないとね。ね。あんま俺的にはこういう動き、自分はいらないけど、ここがっつり濡れてたら、味方も多分めっちゃキル取れてる味方なんで、俺はもうサポートに徹しても盤石な守備しちゃうのが正解かなって思うんですか。うん。バッツリ濡れて、どこに何がいるの？落ちちゃって、この辺も塗っといて、周り見ようか。倒して、待って、取る、それ取る。取る。大丈夫それ。どう動く、どう動く。あぶねん、よし。あぶねん。そう、この人らで、さっきから。あれだね。なんで俺なのね。あ、ナイス。追撃しまーす。あ、終わらない。ナイス、ナイス、ナイス。あ、ちょっと一歩右側に欲しかったな。この辺。なんか倒、なんかいた。ボム投げたらなんかいた。うわー、これ怖い。これ怖いね。いるよね、いるよね、いるよね。ぬーいたはいたね。さあ、これは、お、なんか前で味方の方が大王かなんか使って、キルめっちゃ取ってくれて。これで。はいー。あ、うん、次はダメだった。マジか。あれさ、わかんないんだけどさ、あれコロコロローラーなのか、はたまた、たまたま俺が2回出くわしたタイミングが両方ともコロコロしてただけなのか、どっちなんだろう。怖いですよね。いろんな意味でね。そこ、いいよ。あそこスパシュ引いちゃうんで、俺ここ塗ります。アンチから塗ります。はい。
で、どうすんの。あー、味方だった。あ、やっぴ、ごめん。ごめん。やっぴ。いいよ、いけるぞ。あ、素晴らしい。あー、いいですね。あ、いいですね。ちょうど、下、あれですね。小村も、吸盤も刺さったタイミングでしたね。割れろ割れろ、くそナイス。味方強いね。いいね。やっぱ生かしてあげるサポートプレイも結構大事なのかなっていうところですがね。まあいいですね。ビーコンも。なんか結構機能的にみんな動いてくれてるから、動きやすいわ、やっぱ。ちゃんと意味がある行動を常に取ってくれてる。すごい嬉しい。お。ここにつけて、時間を稼ぐ。あ、死ぬ。あ、これ。で、時間稼いで、いくつ ?40。あ、もう出てきたね。もうこれ出てこざるを得ないからね。もう怖くてこっち来ちゃう。で、吸盤があって、あ、ナイス。もうそこまで潜りに行けるっていう。あ、大王ですね。なるほどね。いや、これはちょっと強かったな。うん。味方が前線でしっかり入ってくれたのもあったし。いや、特にね、北斎だろうな。多分強かったの。めちゃめちゃ前でキル取ってたの北斎ばっかでしょ。うん。あ、なるほどね。ダイナモンも結構、しっかりキル取ってたんです。落ち着いてね。いや、いい試合だった。うん、一番最初以外は、あそこだけがなんかちょっと骨みたいに喉に突っかえて、あーってなってる。それ以外は、すごい楽しかった。もう、小獣とみたいに、もう、それとチクチク言うから、モッティはね。ほんとね。人からそう、人のことばっか言ってないであんたは、みたいな感じになっちゃうのよね。ほんとね。マジでね。でも気持ちは分かってほしいな。あそこは壁塗らないと。うん。あそこは塗らないと S プラスじゃないよ。S プラスはあそこ壁塗れるよ。ね。そういう強い気持ちを持って、ね、言ってかないと。やっぱ、立ち回りとかを教えてくれる実況者が最近めっきりいないっていうのを。ちょいちょいやっぱ聞いてますんで、ああいうとか言うわ、うん。なんでダメかはまあわかるよね。寿司、カーボンシャープマン。寿司、ワサ二つなんですね。トルネ二つは結構こう見物ですよ。どれぐらい刺してくれるか。あ、これは、あ、右から結構寿司入ってる。これはあれ。左だわ。よーし、割ったはいいけど。ラーグカーボンはやめすぎ？あ、ごめん。それは死ぬ。ふっ。あ、やべ、ミスった。ちょ、っそ。うわー、今ミスったのどうせ。直前くっそかっこよかったのに、マジで。どうせ。ちょっとここに置いときながら、あえて出れないような動きを、こう塗りつつ、あ、出れちゃったか。あ、出れちゃいました。これ倒して、おーっと、オールキル？これは、前出しちゃおうか。出せないんだけど。ほっ、ほっ、ほっ。あ、ちょ、当たった。当たった。いいね。順調だからこそ、一回落ち着いた動きをどっかでぶっかしなきゃいけないしね。ちゃんとね。今の正直持つ意味あんまなかった。結果のおかげで。どうしよう。ここだな。見えてるかな。見えてたな。このカーボンはちょっと要注意ですね。ちょっと甘いね。甘い。さっき調子乗った。ほらーほらーもっとしっかりしなさい、モッティ、マジで。ほんと、人のこと言えないよ、あなた。自分に切れる回っていう斬新な回ですね。こっちから攻めますか。ちょっと締めてて。そう、ナイス。お願いに入っちゃった
お、強い。そのトルネいい。そのトルネ結構いいと思うよ、俺。それ、そのトルネいいと思う。刺さると思う。なぜなら、右から入れなくなったら、相手が。俺が形、援護するぜー。あー、なんで知らなかったの。で、どこ、どうなんのこれ、何が起こってんの、何が起こってんの、全然わかんない。なんでそんなとこから出てんの。ナイスー。カーボンがそこにいるよ。カーボンそこにいるよ。じゃあの、あばよ、とっさーん。痛い、それ痛い。ねえな、俺。あえ、うんねえよな、マジで。さっきも言ったか、あそこもガクンってなってるもんね。あれは、頭突っかえちゃう。ちょっと塗りましょう。吸盤が、でもやっぱさ、なんだかんだスペシャル現象量小だからさ、スペゲン積まなくても、すぐ溜まるっていうのがやっぱでかいよね。ほんとに。落ち着くターンですね、多分ね。スパショ多い。つら。それつら。あ、マジバレてる。ここ無理。一個倒す、あいち。あ、何、あ、ここの方倒した、もしかして。あ、やったぜ、やったぜ。刺さった、妙に刺さりましたね。そっちやるつもりなかった。いや、いいな、こういうのは割といい練習になる。3オツ。ここで俺が塗る、塗って、マジで相手のターンをなくす。それぐらい。で、吸盤。こういうね、こういうところかな。だと、今38だから、上がって上がってなんで、上がって上がるところまでは行かせなくていいから、一個上がられちゃう分にはまあいい、仕方ないねぐらいな気持ちでいけばいい、ね。素晴らしい。いいね、そこ割れる。こういうところの攻め手をマジで貫通する。貫通するぐらいの気持ちで行ったらいいんじゃないか。これはバレてるか、さすがに。うん。相手一人いないかな、これ。二人いないか。あ、いるね。全部いるね。強いんだ、じゃあ。ちょっと見せ場かなって今、思ったけど。ナイスー。ナイスー。おお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 。あー、これは相手チームになったら、もう闇だわ、闇だわって散々嘆くやつですね。すごい。でね、5分間やってゼロカウントってなかなかすごいっすね。すごいっすね。そのキルレは、すごいけど、なんでそれで勝率最下位なんだよ、だから。なんでなんだよ、もう闇すぎるだろ、今のエスプラス。超強かったよ。マジで。いや、これ多分シーズン6最強のチームあるよ。ほんとこっから何パート続くかわからないけど。あ、絶対、シーズン5とかのチームと比べてもこれ、多分、相当強いんじゃない?この勝ち方は、すごいよ。ああ、すごいよ。ボケはひんすぎ。まあ、ずっとのね、あの試合展開見てて分かったと思うんだけど、前にずっと寿司が二人あったり、二人ぐらいいて、その、だから寿司三人いたうちの二人がこう入って、残り一人ちょっと塗りで守備見てて、みたいな。結構だから、入れ替わり立ち替わりだったのか、まあ、2-1でずっと分かれてたのかは分からないけど、結構常にそういう布陣を取れてたんで、いやー、すごい、これ強かったですね。あ、これ割られるかも。大丈夫です。ナイス?おらー!おらー!ちょ、すまんよ。さあ、調子に乗った結果がこれですね。2-2で。結構あれだね。なんか今吸盤投げて思ったけど、吸盤ボムって、なんか、ここバリアの爆風が広いね。さあ、そっちまで行って、そこに二人いる状態で、ナイス。あ、うわ、ラグいんだよな、こいつだよな、ラグいんだよな。ラグいんだよな、さっきもそうだったもんね。そっ
そうなんだよな。ああいうカーボンはもうマジで無理だからな。片手さえ普通のカーボンまだ対処できてねえのに。ほんと、どうやったら、あ、お、なんか刺さった。お、これ左から入って、あ、ここ刺さるんだ。これ刺さるんで、ここちょっとがっつり塗りつつ、いや、ここ通撃させてもらうけど、ポイズンだね。ポイズンだね。何やってんだよ、これ。ガバガバすぎるね。シャプまで前に出るのってほんとむずいね。やめて、そのカーボンマジ嫌い。ほんと嫌い。大嫌い。ここそうだよね。だから出ちゃってるから、多分さっきから、アホみたいな巻き方してるんだと思う。いやー、こっち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 、マジか。で、相手メガホンです、これ。そこに上にブラスターがいる。いやー、ここカード。いや、あのね、正直言って、あの、ここ、金目鯛のここ右ルートは、よっぽど強いチームじゃないとなしなんで、ちょっと皆さんも覚えておいてください。よっぽど強いチームで、まあ、カウント勝ってて、時間使って守備するんだったらありかなっていう、あれじゃない限りは、もうほぼほぼなしなんで、ちょっと皆さんもぜひとも覚えておいてください。いや、割とガチでなしですよ。割とガチでなし、なしですね。やった。マジか。儲けたぜ。はい。ラッキーです。トゥ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 。あ、いけたな。あ、いけた。ちょん。あ、誰も来ない。嘘。マジか。え、マジか。え、マジか。万年に嘘。S プラス、嘘でしょ。嘘でしょ、マジで。まあ、ちゃんと、歩行は見ないとだよね。ね、まあ、キルレ良くたってそうはなっちゃうよねっていう感じだよね。まあ、なんかこういうこう、立ち回りの大事だよみたいなところが伝わったらいいなって思ってます。また明日もっていいでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。今現在進行形でスクワットをやっています。5、6、ではまた明日、あったかくしてろよ。